また来たんだね。不意打ちで死ぬのとは違って、あなたはいつも時間厳守だよね。新しい日が始まって、また一からやり直すのに一体何の意味があるの。火炎地獄はひとまず落ち着いたようね。これからもっと耳障りな音が聞こえるはずよ。この時間は眠るべきものは眠り、目覚めるべきものは起き上がる。胸が痛い。燃え盛る棺の中から生まれ、ロムの地を歩いてる。バラバラにちぎれた手足、なんて理不尽で無意味なの。それが文明を焼き尽くす様を見たことがある。そう、あなたの足元のそれよ。多分あなたは生まれつき罪を浄化する能力を持ってるみたいね。慰めてなんか欲しくない。私悲しんでないもの。あの人たちみたいな薄っぺらい気遣いなんかいらないわ。お願いだから私をほっといて。皮膚と顔は復元され、私は一命を取り留めた。でも一度砕けた体の傷跡は消えない、永遠に。爪に突き刺さった竹串のように終末が私の体を引き裂いた。そして今もそれは私の胸を押さえつけてる。内側から外へと。パパ、ママ、今の私は全身傷だらけで、痛みが消えることはない。でも戦い続ける理由があるの。だからどうかこれからも私を見守っていて、いつか二人に会えると信じてるから。私が死んで上界へ行ったあの昔話を聞きたいの。私の胸は深い井戸であり、永遠に燃え続け、私を骨の髄まで焼き尽くす炎の牢獄でもある。中に閉じ込められているものが何なのか、切り裂いて見せてあげましょうか。ねえ、ここへ来て、私の胸の上に頭を乗せてみて。聞こえる？それは昔の火の音よ。もういいわ、あっちに行って、あなたも上界に落ちてしまう前に。いつまでも樽の中にいられたらいいのに。そしたら泣き声や悲鳴が聞こえてこないから。またくだらない仕事を割り振られた。誰も見てないといいんだけど。誰か話してるのかな、それともまた私の妄想。私はまた虚無に落ちた。うん、きっとこれが私の人生なんだわ。鳥かごの中を好むおばさんがいるように、私もここで丸まって独り言を言ってればいいのかな。ここは嫌じゃない。あなたの視線は他の犠牲者たちみたいにトゲトゲしくないから。私はウリエル、目的もなくただ命を燃やしてるだけ。私の体に意味を見出そうとするのは勝手だけど、あんまり期待しないで。まだこんなことをやってるの？制御できない。結局は力？それとも呪い？
な目で私を見ないで。ここは地獄よ。私には近づかないでね。上界がピークに。胸が開く。世界の終わりをもう一度見せてあげる。新たな地獄に連れて行ってあげる。再度の時を。去年多分愛すら残さない。ようやく解脱できたのね。羨ましい。地獄を飲み込めるもっと大きな地獄ってあるのかな。白夜、極光。上界の力が怖くないの？それすごく気になる。あれもまた豪華によって再生した土地。白くて記憶の中と全く同じ。すべてが終わる前、ロングコートを着た人のことを覚えてる。間に合わなかったけど、ありがとう。白夜に捧ぐ。地獄から来た者は地獄に帰るべきよ。うっかりおばさんのスカートの裾と木の枝を燃やしちゃったの。すごく困りますよね。ごめんなさい。あれは稲妻が残した亀裂。でも彼女は目で大丈夫だって言ってる。好きってよくわからないけど、何も考えずにいられたらそれだけでいいのに。わからない。存在する意味って何？意味って何なの？似てる。巨像の中のエネルギーとここの豪華が。なんで私に。ああごめんね。これは好きじゃないかな。あら、これは面白そうね。あ、これちょっと好きかも。ありがとう。燃え盛る棺から生まれた私は雲の地を歩き、白夜の牢獄に住んでる。もし私たち全員が戦争が始まったあの日に死んでいて、今あるすべては魂が消滅する前の幻なんだとしたら、それはそれでつまんないわね。過去なんて振り返らない。だって私は一度、二度、いいえ、数えきれないほど死んできたから。すでに上界と一つになってる私は地獄と切り離されることはない。